統一教会についてなんですけど、統一教会が日本人信者から献金という形で巻き上げた莫大な資金は、韓国の教団本部に送られ、さらにそこから北朝鮮に多額の資金援助が行われてきたと言われていますけれども、その資金というのの一部が、北朝鮮の核ミサイル開発の資金に充てられた可能性も十分あると考えるんですけれども、もしこれがそれが事実であれば、統一教会の活動は、日本の国家安全保障上の脅威となります。その統一教会の活動を国家安全保障上の深刻な脅威と捉えるのであれば、日本政府、そして防衛省をはじめ、全省庁を挙げてこうした資金の流れを解明して、韓国教団本部、つまり、ハン・ハクチャ教祖や幹部に対して、例えば使用者責任などを問うなどして、被害者救済と統一教会の活動に適用して、それを規制するということは、ことについて、どのようにお考えかというのをお聞かせいただければと思います。私的には、今のお話、そのお金が韓国に行った、あるいは北にも行ったんじゃないかということの話、報道ではありますけども、確認もできてないし、あくまでも情報としての話としてあるということでですね、確たる私は裏付けだとか、あるいは話は聞いてませんので、それの言及は避けたいと思います。あと私は政治家として、政治家は応援してくれる人を選べれません。で、有権者は政治家を選べれますね。その中で私は信頼関係でですね、関係応援をもらったとか、なんか電話の、応援いただいた、あるいはビラ配りやってもらったとか、いろいろあったと思いますけどね、そこは私は、あなたの考えに共鳴してますから、応援しますと言われたとき、みんな全員で受け止めますから、私なんかも統一教会とは非常に関係ありました。というのが、中川先生の秘書時代です。中川先生はもう統一教会とピタシでしたから、それは反共でつながってました。いわゆる反共産主義です。それは石原慎太郎先生や渡辺道夫先生、もう青嵐会に属している先生はみんなそうでした。反共ということでですね、統一教会とつながってたから、私はただ政治家の皆さん方がね、その記憶にないだとか、知らなかっただとかっていうのがおかしいんですよ。自由民主党の議員なんですから、反共産主義だとか、反社会主義で堂々と論じ張って当たり前なんですから、政治家としての基本を堂々と言えば、私は何も問題なかったのに、それをですね、逃げてしまった、あるいは避けている、この点が逆に信頼を失ったり、誤解を生んだりしているもとでないかなと。まあ、幸い、私の場合は、中川先生の息子さんが出たもんだから、その統一教会の当時、世界日報なんていうのがあって、中川先生は1週間に1回ぐらいインタビューを受けてました。それは私が日程調整してやったもんですけどね、木下さんなんて、後に社長になる方なんかも、秘書の頃は私のところぴったし来てたけども、中川先生亡くなってからさっと離れてくれたから、結果的には助かったんですけどもですね、私はここは政治家というのはやっぱり信念だとか、思想信条をしっかり持ってですね、対応すれば、変な誤解だとかなんかは受けないと、こう思いますね。ちょっと整理して、いくつかの、ご質問の前提にいくつかの飛躍があるんですけども、ちょっと整理して考えるので、あえてイランの例で考えてみましょうね。これは私が現役の時に実際になった話なんですがね、ある中東の国の情報機関の責任者が来て、アラブ諸国じゃないところです。そこが非常に正確な情報を持って、当時の鈴木官房副長官だって言うわけなんです。日本がイランのへのアザデガン油田の開発にお金を出そうとしてるんだけども、これは危ないですよ。要するに、日本が拠出したお金をイランが軍事転用することはありません。しかし、日本がお金を拠出しなければ、その部分はイラン自身がお金を作らないといけないと。その部分が浮きますよねと。その浮いた部分のお金でミサイル開発をしてますと。このミサイルの原型は北朝鮮からもらってます。さらに
ブラッシュアップした技術を北朝鮮にイランから流してますと。そしてミサイル実験のところにイラン人が何人かいたっていうのは何日何人何日何人っていうのを我々は正確に掴んでますし、これがそのミサイルの構造図ですと。私は鈴木先生には絶対に嘘は言いませんと。しかもイランも直接このお金は使ってませんと。しかし回り回って日本にとってマイナスになるっていうこの連関を理解してくださいと。今のあなたのご質問それに近いと思うんですね。それちなみに鈴木さんが事件で捕まるまでは日本はアサデガン油田にお金出してなかったんです。それ福田康夫さんという人がアサデガンへの思いが非常に強くて、それからものすごく入れ込みますけども、国際圧力で撤退せざるを得なくなって日本は大損するっていう話がその後あるんですけどね。だから北朝鮮にこれは統一教会から仮に流れてるとしても、それがダイレクトにミサイル開発に行くっていうことには僕はなんないと思うんです。またそんな会計はしてないと思う。だって献金に頼ってたら安定的な予算確保できないでしょ。ただし北朝鮮のビジネスでも韓国の財閥からのビジネスでも何であれ、そこで浮いた部分っていうものっていうのが兵器開発に使われるって、この連関ありますよね。そうすると一切北朝鮮の兵糧を閉ざすということだったら人道支援も何も全部やめると、それで徹底してやればいいということになるんだけども、そうなった場合一番苦しい目に遭うのは普通の北朝鮮の人たちですよね。そうすると一定の経済関係は持っていかないといけない、そういう複雑なジレンマがあると思うんですよね。あともう一つは外国に宗教団体のお金が流れるっていうことを問題にするんだったら、例えば日本のキリスト教はアメリカのミッションからお金をもらっているのもあるし、例えば日本の神学部の学生たちはスイスミッションあるいはドイツミッションのお金をもらって外国に留学2年ぐらい留学するっていうのがあると。そういうのも全部断ち切らないと筋通らないですよね。だから例えばカトリック教会だったら総本山はバチカンですよね。バチカンには特定の門があると。あるいは立教大学の系統のアングリカン教会だったらこれは英国イギリスに特定の思いがあると、そういったところでお金の流れはあるわけですよ。それなぜ統一教会だけがいけないのかということになると説明が難しいですよね。だから私は統一教会とはいろんないきさつがあるのね。前もこの時間で話したのでもう一回これ繰り返して言っとくけども、統一教会が日本の大学を乗っ取ろうとすることを結構1970年代には積極的にやってたわけ。それは学園紛争で荒れた大学の秩序を回復するっていうことだったわけ。だから筑波大学とか、これは東京教育大が大変だったんで、それから青山学院大学なんだよね。そうすると青山学院に進出してきたときに最大の障害になったのが文学部進学科だったわけ。聖書研究会をやってます、キリスト教のサークルですと言っても偽装サークルだから、進学部の学生や進学部の教授たちはすぐに見抜けるわけ。だからそこのところで激しい争いになったら、この進学科っていうのが学生運動の温床だからってことで潰しちゃったわけ。それで青山の成功体験があるから次は同志社だってきたのよ。で同志社の進学部には結構入れ込んできた。それで夜中のお祈りとかしてたりするんだよね。それだから進学部の自治会との間はもう大変な緊張関係で、3Days とかね、ビデオ研究会っていうのを作って、そこに行くと 3Days っていう、まず夏の暑いところでほとんど寝かせない研修で、それが終わると 7Days っていう7日間の研修で、とだいたいその7日間まで出るとなかなか戻ってこれなくなるんだけどね。こういうことをやってるわけなのよ。それで週に2回か3回ぐらいは今出川キャンパスの明徳館の前で殴り合いをしてた。それで夜中立て看板が壊される音がいたら、それは統一教会の連中と対峙して、それ向こうはテコンドーやってるやつとボクシングのやつがいてね、結構強いんだ。でもこっちも合気道やってるのと柔道の有段者と剣道の有段者がいたから、互角で戦ってそういう宗教戦争を日々やってたわけだから、ね、それで同志社大学全学反原理全学集会をやって、私は議長だったからね、それ結構凄まれたりもしたし、こっちも凄んだりもした。そういうようなことがいろいろあるわけ。だから日本共産党民政同盟と同じぐらい緊張関係になったわけ、統一教会は。私にとってはそれ彼らも息長いのよ。
鈴木宗男事件の時に世界日報の一面で私は同志社の黒ヘルで原理の連中をしばいてたっていうのが特集で出て、それこんなものを野放しにしてたの問題だって今でも読めると思うよ、うん、それまたあの右翼系の国民新聞というのに連載されてたからね、あのそういうようなこともあるんで決して好きじゃないわけ、好きじゃないんだけども当時の自分のやってたことの反省も込めてね、やっぱり文鮮明さんとかを揶揄したり反さんを揶揄したりするのはいけない、それ彼らの教義内容に関して外の人が統一教会やめてもあの家庭連合やめてもあの地獄に落ちることありませんということを弁護士なんかが言ってはいけない、それは教義の内容だから、彼らの内心の内容だから、キリスト教でイエスなんていうものはこんなのは武田大順の世界だとこんなのはどうせなんか得体の知れない女から生まれた私生児だろうとかこういうこと言われたら我々不愉快だからね、我々にとって不愉快なことは人に対して言ってもいけない、だから統一教会の信仰の内容に入らなくても具体的な行動で問題があれば統一教会でも何でもそれは具体的な事実に基づいて厳しく批判すればいいのよ、ただ彼らの教義とか韓国のお金を送ってるからっていうことはこれは違うと思う、あの私はそういう考えに立つのよね、そうすると今の統一教会に対する批判は批判の域を超えてバッシングで、統一教会という信仰を持っていること自体が社会的に弾劾され下手をすると法的にあのそれで責任を追及されるっていうのは行き過ぎだと思う、で統一教会の信者の中でもそれは普通にサラリーマンとして生活している人もいれば家庭の主婦として生活している人もいるわけで、そういった統一教会の人たちにもっとフェアに目を向けるべきだと思う、それで彼ら彼女らが自分の信仰を持っているということで怯えて今生きているような日本の社会、ここのところにもう少し敏感にならないといけないと思う、それはいつ統一教会じゃなくてそういう対象が先生見たか赤を許すなという方向になるかもしれないし、あるいは先生のおける大元に対してかけられたあの2次にわたる弾圧とかね、そういったこともあるから、だから私は繰り返し言うけど統一教会とはいろんな関係での、あのいきさつはあるのよ、決して好きな教団じゃないわけ、特に私はキリスト教だからキリスト教に近いところの新宗教っていうのはすごい危機感度が強くなるわけ、だからそういうことを含めても今の統一教会批判というか叩きは行き過ぎだと思う、そういうふうに思います。もう一つ、2008年にあの霊感商法である印鑑のところでこの、 あの捜査が入ったでしょ、あの時に私はあの批判したことあるの、警察を。どうしたかというと、こういう詐欺事件だったら刑事警察が入るべきだと、公安警察が入る筋合いの話じゃないと。そしたら今もしょっちゅうテレビに出ているあの弁護士さん何人か3人ほどに呼び出されて、全日空ホテルに厳しく叱られたけどね、あの2時間ぐらい。これをその統一教会側が利用してると。しかし私は、あの私が問題としているのは具体的な事実として霊感商法があるんだったらそれは厳しくやればいいんだけど、なぜ公安部なのかと、そこの説明が出てこないと。公安部っていうのは宗教団体のことを管轄している組織ではない、公安部が宗教問題に入ってくるっていうのは非常に危ういんだっていうことを言って、結局物別れだったけどね、この考えは僕は今も変わってない。宗教団体の世界のところは簡単に公安部が入ってくる世界ではないと思う。だから今回の件も今の政治資金、あの政倫審とか、要するに労働組合でも企業でも政党でもあの宗教団体でもその属性にかかわらず、ある法人が違法、法人でも団体でもいいんだけどね、違法行為を行ったり繰り返し行ったり、違法行為ではなくても社会通念から著しく逸脱していることを行っている場合には、公人である政治家がそういう団体と支持協力関係を持つことに対しては慎重であると。そして具体的な事実に即して政治家は説明しないといけないんだよね。今は具体的な事実じゃない、属性排除、すなわち統一教、旧統一教会に関係してるっていうその属性、統一教会のメンバーだって属性排除してる。属性排除っていうのは赤だって言って共産党員を排除するっていうのが一緒で、あるいはあいつはその 9.11 の頃あいつはイスラムだと言って排除するのと一緒で、属性排除はこれ民主社会ではやってはいけないことと思う。はい、佐藤さんありがとうございました。